3日ぶり2回目の外出が許されました。今回も制限時間は2時間です。早速街へ出かけたいと思います。土曜日ということもあるのか、前回の外出時より人が多い気がします。あ、ランニングをされてます。こちらは日本の老舗百貨店伊勢丹です。ご覧の通り営業していません。お店のポスターを見ると3月24日から4月6日となっていて、ロックダウン以前の3月から時が止まってしまっています。こちらはユニクロです。上海にはこうして日本の企業が多くあります。ユニクロもこうして閉まっています。本来なら夏物の服が飾られている時期だと思うのですが、中の展示品は3月から変わっていません。こちらのカフェも営業停止の張り紙がされていますが、日付は2022年3月13日となっています。こちらのフラワーショップでは花が枯れてしまっています。こちらの通りには板が張り巡らされています。このように茶色い板が張り巡らされていて、お店は軒並み封鎖されています。街の景色が一変しています。至る所にこうして板が設けられていて、店舗に入れないようになっています。あ、こちらもこう黄色いバリケードに囲われていて、未だに封鎖されてしまっています。1時間も歩くと息が切れてきて、体力の衰えを感じます。およそ2ヶ月間ほとんど運動していなかったのでかなり疲れます。こちらの社屋でも何やら住民と揉めています。個人のお店や飲食店は軒並み閉まったままです。もう2ヶ月近くずっと閉店していることになります。封鎖解除の6月まであと少しなのですが、本当に解除されるんでしょうか。